おはようございます。昨日ラブ&シオン君は、去勢手術をしました。朝を迎えて、すこぶる元気、もう遊びたくてしょうがないみたいに戻っています。そうですね、はい、わかりました。でもその前にですね、こちらのジャンさんですね。はい、ジャン君、ジャン君。ブラッシングもういい、いいじゃん。ジャン君こっちおいで。いいんですか？もうブラッシング始めてそんなとまで立てたんよ。ね、ジャン君ね、ジャン君。はい、はい。はい。はい、おいて。大丈夫大丈夫ちょっとビビっちゃった。昨日ですね、まおいママが、この猫草を仕入れてきました。うちではうちに来てからまだ、ラブくんシオンくんは猫草を食べたことないですね。台所にあるあれは何、大根、豆苗、豆苗ってなんだ、なんか聞いたことあるけど、妖怪の名前か、そういうなんかお豆からね、もやしみたいなもんなのかな、お豆っていうかアルファルファとかその類なのかな、うん、を、まあ育ててるっていうか、そうやって置いてあるものをかじったので葉っぱ食べたいんだなということが、まあ分かったというかですね、じゃないかなということで買ってきました。今日それを食べるかどうか試してみます。あ、ジャックは食べるよね。すぐ食べなくなっちゃう。飽きちゃうのかな。うん、でいつもなんかみよみよ生えて、うん、でだから黄色くなっちゃって、そう茂っちゃって、うん、こんなふにゃんってなっちゃってってなるので、うん、しばらく育ててたけどやめちゃったんだよね。そうね、うん、種から育てるやつを何度かやってるんだけど、まあもし食べるようで、もう少し年を越すほどラブ&シオンがいるようだったら、マンナの種から育ててもらうね、うん、あとはジャン君もね、食べるようだったらね、うん、買ってくるやつも茂っちゃってたから、うん、この量が多いのかなと思って、ああそうね、うん、育てるのを少しすごくちょっとずつにすればね、うん、でも結構食べてるね。今ね。久しぶりだから。はい、じゃあ、はい、もうだいぶ久しぶりになっちゃうもんね。外で遊ぶのはね。はい、どうぞ。食べたかったんだ。そうなのかね。シオン君はいいな。シオン君は甘えモードだね。本当だね。そんな好
きだったらもっと早く気がつけた。うちね、ルー君とか愛ちゃんがすっごい好きだったよね、うん、なんか草食獣かってツッコミ入れるくらい食べてたよね、うん、好みがあるんだね。よし、じゃあ掃除しちゃおう。しおんくんはちゃんくんたちのトイレで、これはおしっこなのかな。鬼のように掛けなくていいんだからね、しおんくん。さっさっと掛けたらいいんだからね。はい、いたずらが始まりましたね。ラブくん、ちょっと抱いてくれる？掃除の邪魔です。ジャン君来てるよ。ジャン君みんな集まってきたけど、シオン君どこだ？あ、そっか、箱の中にいる。しおんくん、そっちにいたの？しおんくん、おいで。
ヒーロ君。はい、シュン君おいで。シュン君はそうでもない。はい、ラブ君はもう今まで通りですね。シュン君もうろうろ部屋の中を探索しています。はい、シオン君は慎重派だから部屋の中が異常ないかを全部見て回るのね。で、ラオ君はまあざっくり見てあとは遊ぶんだね。はい。ラブ君は天袋を開けて入ってしまいましたので天袋開け禁止令が出ました、棒で突っかい棒をしました。そしてラブ君、台所のコンロの上は上がっちゃいけないんだったんじゃなかったっけ。全然禁止の手。はい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 、さあシオン君はすぐに行くのかそれとも甘えるのか。すぐ行った。昨日一食しか食べてないもんね。はい、はい、中入って。カリカリ巻いとくよ。じゃあ